ハワイに行きます。オーシャンビューじゃないですか。やっぱ日本製です。今日の購入品紹介です。いやはい、皆様おはようございます。本日僕たちは今からハワイに行きます。前にはね嫁がいてて、5年ぶりのハワイということで今から旅立とうと思います。こちらがちょうど23キロ、飛行機が23キロまでしかあかんけど 23.0 22.2 移動させてね。帰りとんでもないことになるぞ。やったら頑張ろう。じゃあ行きますか。行きましょう。日本で最後の飯。寒くないですか。久しぶりだね。あ、食べた前東京行った時食べた。東京にあるの？新大阪で。ああ、動画でも出してる。現時刻がですね8時6分ということになってまして、もう皆さんね飛行機に、乗ってるんですけども、僕はね嫁を待っております。嫁像がねトイレに行って帰ってきておりません。すごい口すっきりするよ。なんか呼ばれたわ。もううん、見たよね。もう一緒に行こう。うん、俺もはいやっていこうか。うん、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。さてさてさて、ハワイですよ。あ、これが綺麗だよね。あ、綺麗だよね。ハワイ楽しみ。もう次の陸を踏むときはハワイですよ。皆さん本当にあの今回クルーズハッピングありがとうございました。皆さんのおかげでね、行けるということで。何やねん、これクルーズハッピングありがとうございました。1000万たまさん、皆さんの支援ハワイに行けるということで、本当あの皆さんご機嫌ありがとうございます。楽しみたいなと思いますので、じゃあ行きたいなと思います。ハワイ到着です。どうですか5年ぶり。覚えてる？覚えてる。鮮明に覚えてる。うん。はい、ということでハワイ着きました。アロハー。あれやらない。あー、すみません。到着しました。今からはタクシー呼んでるから、それに乗ってコンドミニアムかな、僕たちの今回の拠点は。そうです。あのホテルに泊まるお金がねちょっとクラウドファンディングで集まらなかったっていうことなんで、ホテル代だけ自腹なんかな。それ何クラウドファンディングなんですか。あー、ごめん、はいね、そうか、自腹か。ごめんなさい、自腹でした。すいません。昨日自腹やったっけ。私です、ね、払ってませんよね。ほんなら僕のクラウドファンディングってことだよね。そう、私は言えばいいです。あ、そうか。私はタッコンさんのクラウドファンディングで来ましたってなんだけど、リターンは何リターン教えてよ。滞在中の、日本食。あ、そうか、ご飯作ってくれな。そうそう、今回嫁蔵のご飯もあるけど、ハワイで食べるっていうのはまた特別なんで、行きましょう。こんにちは。ちょアメリカってどそぐちゃうの。うわ、海見えてる。よかったね。いいとこじゃん。すごいいいじゃん。オーシャンビューじゃないですか。いいですね。あ、邪魔か俺が。写真撮ってな。はい、それでは準備が終わったので、今からですね、昼ご飯に行きたいなと思います。昼ご飯行ってから、自炊を基本するので、ちょっとまあ僕はしないですけどね、嫁にしてもらうので、スーパーの買い物に行きたいなと思います。行きましょう。いいね。
いお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 い、すごいぞこれ。それでは次はですね、僕がレインボーサンダルを買ったところに行きたいなと思います。もうこんなボロボロなって汚い。あれあれあれ、一緒には来ないもんね、君と。一緒最後来たよ、ちょっと。あ、来たっけ。で、君のも買ったんやったっけ。そうそう、どういうふうって言って。ここね、あ、売ってあるわ。愛も変わらず、見てください、ずらっとありました。このようにね、おそらく僕が買ったのはこれの色やと思います。今こうなってるからだいぶ違うけど。値段は75ドル。やっぱ安いな、こっちも。今定価で1万2、3000円して。あ、そうなの。ちょっとだけ安い。2000円か3000円ぐらい安い。それでは今のね、チョコレートのお店でチョコを買ってきました。なんと12個入り50ドルということで、だいたい6500円ぐらい。もうちょっと7500円ぐらいするチョコだ。35ドルじゃなかった。あ、35ドル、うん、5000円。すみません、言い過ぎました。チョコ買えないよ。うわー、これでしょ。ここお姉ちゃんにお土産で買うから、どの味がいいかわからんからって言って、4つだけ買おうとしとってんな、うん、それ見かねて、じゃ全部買ったらいいよって言って、じゃあオープンしてもらっていいですか。せーので。優しい、ありがとう。嬉しい、うん、めっちゃ嬉しいよ、そんなありがとう。最高、宝石、宝石よ。よかった。うわ、これはブランドの財布開けるときみたい。うわ、これ選んだチョコ、うん、全部1種類ずつ。あ、そうか。プラス10種類あるって言ってて、プラスたっくんが毎日食べたやつ、ね、これ飲むわ。もうこれ何だっけ、フローズンファッションパイナップルなんかレモネード。うめえ、シャーベット系。これのやつ、これやな。あ、ちょっと待って、写真撮ってよ、やめてよ。僕が全部お金払ったのに、うん、怒られてる。そうだよ。これ僕のやつ、1個だけ僕のやつだよね。あと全部君のやつやけど。一緒に食べるってどうやって食べるの。半分勝ちればいいですね。あ、勝ちんの。なんか人食の時が嫌だな。あ、ごめんごめん。人食、人食、どれから行こうかな、うん、だから俺も食べるよ、これ。これは何やったの。ホワイトチョコだね。ホワイトチョコ、バニラキャラメル。うん、一つもなんぼすんのこれ。ちょっと溶け出してる。それやばいじゃん、タコ代も入ってるからね。私ね、グアバ行くわ。うん、これかな。見てこれ、スプラトゥーンみたいよ、かわいい。いただきます。それ一口で食わなあかんやろ。これ半分食えたら無理やろ。うん、いける、いける、うん、ありがとう。でもグアバ食べたよね。うん、いけるって言ったけど、食ったよね、僕の。僕グアバ食べてないよね。もうないよね、グアバ。匂いだけいる、いらない。ゲー吐くそうになったら、時差ボケで。おいしい。でも俺もチョコいいや。嬉しそうな顔して、いいなみたいな感じで、俺もいいや。チョコいらない。はい、僕絶賛頭痛いですけども、今からどこ行くんですか。リナ。リナ？あ、こっちや。リナ楽しみ？予約してくれたやろ？今日のイタリアンは、俺が行きたかったところでもあるし、キムが行きたかったところでもある。二人が行きたかったところ。そう、最終日のところ。イタリアン、それは。そう。あ、そうなんや。マチェクチのやつ。あ、ポンクレールがある。あ、予約しそうかな。すごいぞ、並んでる。何しようかな。パエリアがあるじゃん。ノンアルコールビール。こちら。あ、めっちゃノンアルって感じ。じゃあもう血糖値爆上がりやけど、関係なく食っちゃいます。うん、まあ、ちょっとやっぱ海外の風味するわ。むしろ日本のパートのがブルーチェーズ生地が合うかな。どっちでもない、海外っぽい。うまそう。じゃあね、いただきます。あ、おいしいか。めっちゃおいしい。すみません、いきます。あ、おいしい。パン食べたくなる。はい、それではご飯食べさせていただいたわけなんですけども、僕はね、もう完全に二日酔いで頭が痛いので、二日酔いじゃないわ、時差ボケ。お酒は2ヶ月以上飲んでないからな。だからお酒は痛いんですけど、時差ボケでね、もう頭回らなくなってきたので、この辺で終わりにして、また明日にしたいなと思いますので、今日はこれで終わります。
ありがとうございました。はい、おはようございます。今回はですね、10日間ハワイ行かせていただくってことで、現在2日目なんですけども、予算をちょっと削ろうということで、コンドミニアムっていう料理を作るところを予約してるんですよ。だからこういったベッドのメイキングとかも入ってもらえないんですね。なので全部自分らでやっていくっていうところで予算を抑えておりますので、今から食材を買いに行きたいなと思います。今日は食材を、買いに行くついでにパタゴニアにも行くっていうことで、夫婦揃ってパタゴニアのバギンスショーツを履いております。なんかね、今日はね、寄りたいところがいっぱいあるらしくて、なんかスーパーマーケットもなんか3つぐらい寄るとか言ってたんで、もし仮にコンドミニアム行かれる方がいらっしゃったら、なんか例えばちょっと参考になればなとは思いますけども、僕は全く興味ないので、ついていかなあかんからついていくだけですけどもね。待っときましょう。このアーボカフェっていうコーヒーとかが美味しくて、それは呼ばないとダメだね。それバスで来る動画が使えない。そうなんだ。なんか地獄みたいな経路でいいんだけど、大丈夫？うん、行こう。何本持ってきたん今回？200ドルね。200ドル持ってきて、税関で俺ら2人とも200ドルしか持ってないと思われてるけども、僕一応1000ドル以上は持ってきたけどね。税外と違う。200ドルと日本円は1万5000、合計4万5000しか手持ちないっていう状態です。クレジットカードはって言われたけど、それはある。ある。よかったよかった。あ、朝のハワイですね、どうですか？いや、いいし、なんかやっぱり10月だからルフィ行こう。Thank you。買い物前のモーニングはこちらでございます。スモークサーモン、ユーサンドか、スモークサンドトースト、ワン、ワン、ラテ、ラテ、ラテ、アイスラテ、スモール、スモール、めっちゃボリューミーだね。今崩れそう。これね、サーモン。うん。めっちゃうまいね。めっちゃうまいね。食べた方がいいよ。これタンパク質というか。美味しかったですね。美味しかった、すごい美味しかった。まあ別にハワイじゃないと食べられへんっていうわけじゃないけども、ハワイで食べるっていうのが良かったね。いや、ハワイ2日目にしてだいぶ気合が入ってるみたいで、今日朝何時に起きたんですか？6時半ですよね。入ったから起きちゃった。12時間寝ててんから、俺もう時差ボケで、で、たたき起こされて行くでって。いや、起こらなくないじゃん。怖いですよ、ほんと。起きるの待ってたじゃん、静かに。なんか言うて、今から買い物で服見に行くの？ちょっと見たい、ね、しかも日本人が経営してる服やろ。わかんない、ちょっと嘘かもしれない。見んかい、そんなもう言うて行きましょう。いいですね。これな、色がどうなんかなと思って、ちょっとくすんでるか、白の方がいいかなと思ったりする。白やったらパンツ何でもいけるやん。オレンジでもいけるし、緑っぽいのやつでもいけるし、今のピンクでもいけるし、何でもいけるから、白っぽいんちゃうかなと俺は思う。夏っぽくていいんちゃう。そう、いや、トレーニングもできたし、それ買ってすぐ着るんだね。ん、買ってすぐ着るんだね。ちょっと、あ、ごめん、邪魔やん。写真撮ったのか、この店の前で買ったって思い出せるやん。すごいよ、めちゃくちゃ買ってる。ちょっと SM やから、もう一個上かもしれんけど、はい、はい、買ってきました。これまた帰ってから購入品紹介しようか。いいのがあってね、僕もね、なんか日本でも売ってるのもあるらしいんですけど、ここでしか買えないことはなかったけども、円安の影響でちょっとだけ安かったで買いました。ロンティーとトートバッグ。この後はバッグ買いに行ってパタゴニア行くねんな。そう、買い物でいいな。渡って右。おい、あ、右って渡って、ちょっともうちょっと中見てる、うん、これが欲しかった。可愛いな。あった、あ、よかったやん、あるやん。これ？これも緑で可愛くなった。ああ、普段使いで可愛くなった。さっき白買わんでよかったな。そう、こういうのワクワクするよね。え？ワクワクするよね、こういうの。
オーガニックナチュラルスーパーなんやこれ。そう、まあ、日本で言ったらライフみたいなもんってこと、ライフとか成城石井的なの箱が欲しいってこと。そう、袋が欲しいあ、ここ危険なところじゃん。はい、それでは歩いてきたらですね、こんな感じでなんか倉庫に落書きがしてて、この辺はすごいなんかアートがいっぱいあるんですけど、夜はね危ないみたいなんで、皆さん夜は気をつけてください。日本やったらもう疲れた、もう休憩しようっていうのに全然そんなこと言えません。なぜだろうか。今日買ったタンクトップ、今日買ったトートバッグを持ち歩いてウキウキで歩いております。ということでね、黄色のジャケットがね、50周年モデルのやつが出てたんやけど、まあ普通は買わんやろみたいなジャケットが良さそうなやつあって、だいたい650ドルなんで10万ぐらいするんですけど、50周年モデルやし防水ジャケットやしいいかなと思って、もしかしたらこの10日間の間に買いに来るかもしれないです。パレイワの方やったっけ、もうパタゴニアもう行くから、それ全部行き終わってからちょっと行こうかなと思ってます。エニタイムのジムもね、僕行く用のジム近くにあるので、そこに毎日行くのでね、その時に買いたいなと思います。何線か信号待ち。なるほど、信号待ちすら楽しむってことね、日本だったら座ったらやばいやつやけど、ここは大丈夫。どうやん、周り誰も座ってない、一人だけ座ってるからやばいやつ。あら、もうな、もうちょい、あ、もうすぐやほら、あ、ほんまや、もうワンブロックや、うん、行こうか、信号青なったし、うん、あ、なった、うん、奥にはユニクロがあり、懐かしいね。約5年ぶりのアラモアナショッピングセンター。スタバどこだっけ、なんかスタバでめっちゃ強いじゃん。ここにホテル、ユニクロホテル、ここにあるけど、よし、じゃあ行こう。とりあえずミヤナキースマンやろ、映ってるからね、今殴ってるの。あ、あったよ、ノース、真上ノースか、あっしゃ、上がりノースしよう。わー、でかしノースです。前来た時雨やってんな、あ、売ってんの、うん、よかったや。これヌプシじゃないですか、海外ヌプシ。ナイキルバー絶対怪しすぎた。はい、買い物してきました。僕は結局アナとトートバッグ5つとトレーニングウェア購入しました。私もトートバッグとニット帽とダウン、ダウン、ヌプシ、そうですね、可愛かった、はい、ではスターバックスに行きましょう、はい、あー懐かしいな、この辺来たね。この後ろのところがあれですね、よく踊ってるところですね、ザ・ハワイっていう感じの。Sorry, excuse me, where are Starbucks? Starbucks、 あー、すみません、日本人、あー、そうなんですね。なんかマグカップ売ってるところがあって、はい、マグカップが売っているスターバックスって違うんですね。なかった、うわー、残念、売り切れてんや。もう我々はスターバックスなんで、スーパー今日の食材を買いに来たみたいな。いいね、なんか海外で日本食作るっていうね。今日は何作るの、ちなみに。何食べたい、すき焼き、すき焼き、これいいじゃん。日本で買い物するよりやっぱ量多い、多いね。しかも、まあ日本はこれ白菜なんて200円ぐらい、白菜で300円ぐらい、ちょっと高いんじゃん。なんかすごい、ここがこんないらんけど、食材買ってきました。今日はね、なんとすき焼きにするっていうことで、多分日本食普通に食いに行ったら1人100ドルぐらいするから、多分2人で200ドルぐらいすると思うけど、なんとすき焼きも買って、肉じゃがんぷんも買って、サラダも買って100ドルでした。また多分合計金額は動画の後半に出すと思うので見ていただければなと思うんですが、現時点で時刻16時前ということで、今からはスターバックスのね、マグカップずっとないない言うても5店舗ぐらい回ってるけども、それ買えたら一応今回終わりなんで帰りたいなと思います。行きましょう。お願いします。あのマグカップソールドアウトでした。なかった、どこ行ってももうないやな。めっちゃ美味しい、さっぱり、マンゴードラゴンフルーツ。これ日本でも売ってんねや。売ってないよ、海外だけ、うん、へえ、
めっちゃうまくない？南国って感じ。美味しい。めっちゃ美味しい。はい、それでは僕の今日の購入品紹介です。まずはノースフェイスのトートバッグが5つ。でこれはまあ、メンバーシップの人に、プレゼントで、この動画もねメンバーシップの人のおかげで成り立ってますのでプレゼントです。でそれ以外の買い物というのはですね、このランチ、この感じ。それで、あとトートもバッグも買って、これノースフェイスの、トレーニング用の T シャツで、まあジムとか行った時とかに着ようかなって思ってます。でそれがやったらノースのダウンアウトで取りに行こうか今度。でそれとパタゴニアのジャケットも一応紹介しようかな、買おうかなと思ってるけど、そんな感じで。うちの嫁さんのはこれですね、このまずバッグ買って、でもう一個のバッグは食材入れてるからちょっとなしで、嫁蔵さんも家族用にこれ買ったみたいです。4つ買ってるな。であとこれにやってたね、帽子で、あとお香も買ってな。以上かな。はい、というのが今回の買い物の購入品です。まあ爆買いいろいろさせていただきました。あ、次は君の料理。はい、では、久々にお酒飲みたいなと思います。2ヶ月ぶり、約2ヶ月ぶりのお酒。嫁蔵さんは料理しながらね、キッチンドリンカーでこの辺とかにもいろいろ調味料日本から持ってきております。これが終わったらもう僕はビールを終わってしまいで、ワインに切り替えたいな。ハワイといえば飲むこと、ビールはこの1本だけにしてます。せっかく来たからね。ビール、ビール、ビール、久々。ああ、めっちゃフルーティー。まあね、ではちょっと料理お願いしとい、その間に僕はここで景色を見ながら酒飲んだ。うん、さあ、目が好きですね。下にね、プールでね、一応あのプールも入れるみたいな。いやなんかね、ぼーっとしてたらね、嫁蔵からこんなん、まあ、肉じゃがを作ってくれたんだよ。肉じゃがとって、ロングボード史上初の組み合わせでしていただきます。ハワイの景色の中から肉じゃが食べたいなと思います。ありがとうございます。これね、実はね、ちょっといいワインなんよ。マジで。50ドルぐらいするやつ。結構高いです。あ、飲みやす。あ、この味好き。よかった。あ、美味しい。で本日の晩御飯はこちら、すき焼きでございます。美味しそう。日本からうどんの麺を持ってきて、あと食材をハワイで購入させていただきました。はい、ありがとうございます。山田さん、食べましょう。いただきます。まず肉、まあ肉はな、日本とは分からん。人参食べて、はっはい、やっぱ野菜肉もちょっと違う。なんかな、今まで食べたことないような感じの味がする。人参やねんけどちょっとちゃう。でうどんは日本のうどんで、日本の味付けやから、これはね、35ドルします。このすき焼きはね。マジで。うん。1000ぐらいしてくれる？うどんだけでね。すごいじゃん。美味しい。また。やっぱり人参は海外の味する。玉ねぎと白菜は一緒。うん、ちょっとは海外の味する。じゃあ肉じゃがの時もちょっと。そう、海外の味してた。へー、いただきます。ちょっとこう人参かな、言ってること分かるか。何これ、あんま好きじゃないです。白菜ちゃう。あ、でも、うん、ちょっと違う。ちょっと違うけど、でも白菜美味しいかも。全部ちょっと野菜ちゃう。うん、全部違うね。はい、それではご飯を食べて、今からはなんか隣のヒルトンかなんかっていう有名なホテルで毎週金曜日花火やってるってことで、もうそれは絶対見に行くぞって言われて、今から見に行きたいなと思います。そうですよね。ほら、今年初花火やな。では花火見てきましたけども、どうでしたか？よかった。また1週間後見んの？見よ。またじゃあ来週も見るっていうことで、今回はね、僕らこれで終わりたいなと思いますが、また明日、はい、明日はちなみにダイヤモンドヘッド編ですかね。そうですね。人生初のダイヤモンドヘッド、前回来れなかったんで、明日はリベンジ行きたいなと思いますので、ここで終わりたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あのムービーめちゃくちゃハワイっぽいのやってますよ。なんと優雅なひととき。